久保さん、今回、罠にしましょうか。罠、まあ。罠っていうのは何かっていうと、まあ、ネット上を見るとね、初心者でも稼げますよみたいな触れ込みがあると思うんですけど、あの僕もその罠にはまりました、うん。逆に言うと、ネット上にプロしか稼げません。いや、プロにならないと稼げないよえ。初心者は絶対無理ですよ。稼げませんよ。もうプロの一部の人しか稼げませんっていう。 キャッッッチコピーーしししかかかネネトト上ににもしななっったたらら僕はインタ入でょうね、まあ、何が言いたいかっていうと、その罠があったおかげで入れたってことですね。うん。捕まったって、捕まったっていうか、まあ表現があるかもしれないですけど、もしその触れ込みがなかったら僕は入ってないです。もう一部の人です。多分1万人いたら1人しか稼げません。プロしか稼げません。絶対無理です。だから初心者の何もわかんない人は絶対稼げないですよ。やめてた方がいいですよ。っていう触れ込みしかなかったら、 多分やってないですよね。だって1万人に1人しか稼げないでしょ。10万人に1人しか稼げないでしょ。やろうと思う思わないね。<laughs> 僕は少なくてもその当時17年前ですけど、まあ初心者でもなんか人生逆転とかね、何百万とかね、そういうキャッチコピーを見て憧れましたけど、でもあのキャッチコピーがあったからこそ入れた。罠にはまったからこそ、まあ今の人生があるかなと。で、罠にはまって、そこからが大事なんだけども、 そっから気づけるか気づけないかですね。ちゃんと、あ、これちゃんとやらんとあかんなっていうことに気づけるか気づけないか、僕は気づけたんでよかったんですけど、うん、罠はね、僕はね、今思うと罠があったおかげで、あの、今があるので、もしインターネット上の振り込みが、うーん、そういうのしかなかったら多分やってないんで、10万人に1人しか成功しないですけど、やりますって言われてやるっていう人はね、なかなかファンキーだなと思いますよ。 どうですか ?100 万人に1人しか成功しません。うん。で、ど努力したことは無駄になると思います。100万人に1人だからね。その確率でもやりますかって言われたときに、100万人の1人に選ばれたいです。やりますっていう人は少ないと思います。僕は少ない方でやらないと思いますね。でも、初心者でも稼げるよって言われたらね、稼げるのかなって、ね。<laughs> まあ、今思うとね、まあ、初心者では無理だと、無理なわけなんですけども。うーん。 まあ、罠に対してどう思うかですね。罠,罠に対して、どういう後付けができるのか、どういう意味付けが、過去に対して意味付けがどうできるのか、あ罠に引っかかった、騙された、最悪だ、詐欺だ、っていう意味付けしか未だにできないのか、それともあの時罠に引っかかってよかったなって思える意味付け、その後どういうことをやってきたのかっていうのは結構大事かなと。だつまり、過去は変えられないけど、過去の意味付けは変えられるってことですね。 過去起こったこと、過去うん起こったこと、出来事っていうのは現象は変えられないけど、意味付けは変えられるんですよつまり、思い出の意味が変わるわけですね。だからそれは未来、えー、どん自分が今どう生きているのかによってね、ね過去は変えちゃえられるっていう、ね。うこれね結構すごいことなんですよ。で過去を変えられる人っていうのは、うん多分人生をよりーガしてますね。なぜならば、 過去っていうのはもう起こってしまってるので変えようがないんですよその出来事っていうのはね未来の出来事っていうのはこれからいくらでもい,いかように変えられるんだけどもう起こっちゃってるのでここは変えられないんですよだけどこの変えられないものを変えられるようになっている人生ってよりすごい充実してるんですよ人よりなぜならば多くの人は過去の意味付けを変えられないのでなんだろうななんか時間的にそのなんか狭いんですよ でも過去全部の意味付けを変えられたらすごいことなんですよ、これね、うんそう。だからよくその成功者が過去の話をします。で、なんで過去の話をするかっていうと、過去の話ができるからなんですよ。できる、過去の話をできる今を過ごしてるからなんですね。でも多くの人は過去の話ができないんですよ。で、今もできないですね。何もやってないし。 これね、結構人生生きていく上でねすげえねあの過去をどのように捉え意味づけできるのか過去の話をどのように今過去の話体験をどのように今伝えられるのかだから昔こうだったけど今こうだよでもあの時こうだったからこうなんだよっていうことを今伝えられるのか今それが伝えられるんであるならば多分あの、まあ、何か頑張ってんじゃないかなと思う これねねねすすげー結構、ね、大事なんですけど、ね、過去の意味付けをどう変えられるのか過去の思い出をどのようにこう自分の人生に紐付けられるのかっていうのはね結構ね超大事ですね。うん、いってらっしゃい。